뿜뿜 박스다!
追いつかれたか。少しはやるみたいだな。だがここまでだ。おい、何をする気だ。人々の噂の中から最強の人間について情報を集めさせてもらった。そしたらこの赤い服のガキがモンドでも最強の宝を持っているというじゃないか。その宝が我々の手に渡った以上、お前たちに勝ち目はない。そうだな、お前たちでこれの力を試してやろう。ダメ、絶対にいじっちゃダメ。その焦った顔、今になって怖くなったのか。どれどれ、火の印か。生きるための心得。怪我人いるところに神壇上あり。終わった。もうダメだ。おい、クレイの宝物って爆弾だったのか。通りでクレイがモンドで最強って噂があるわけだ。少なくともオイラは相手にしたくないな。でもクレイ、なんで逃げてたんだ。あ、そうだ、騎士団に戻って神壇長に今回の一件を報告しよう。